皆さん、こんにちは。ハッピーでーす。今日はグースアシスジに来ました。本当にすみません。以前の動画で蘇州のイオンが2軒だと言い間違いました。なので今回はウチョン中のイオンに来ました。しかしここのショッピングモールはとっても広いです。今日で取り終わることができませんでした。なので今日は先にグースアシスジを紹介します。今回はたくさんの動物が登場します。動物好きの方にはおすすめの内容です。動物の名前の日本語も紹介していきます。こちらはショッピングモールの入り口です。今警備のお兄さんに聞いたところ、ここからグースアシスジに行くには4階に上るそうです。大きなショッピングモールの中に小さなショッピングモールが併設されているということですね。の動物を見に行きたいと思います。動物は屋上にたくさんいるようです。屋上にやってきました。すぐに豚ちゃんがいました。豚の尻尾がずっと揺れています。人生で初めて本物の豚を見ました。
ちらにはたくさんの子ウサギがいます。続きまして、ショッピングモールの中を見ていきます。本当におしゃれですね。上渡凭栏，听钟鼓声难传，袅袅娜娜洒入那落霞斑斓，一江春水缓缓流，四野悄。がとっても大きいので、動画の第2部を準備します。よかったら見てください。ご覧いただきましてありがとうございました。